いい感じ。僕は絶対諦めない。これで分かったろ。ごめんよ。出て行け。クエスト始める。はい、ようこそ皆さん。この授業で学ぶ動物の中には皆さんが知っているものもいるでしょう。でもいいですか、決して甘く見たりしてはいけませんよ。どの動物にも独自の危険があるの。適切な対処法を知らない場合はなおさらね。じゃあ休み明けのブランクもあるでしょうし、魔法生物の初歩的なお世話の仕方からおさらいしてみましょうか。ミス・スイーティング、今日の授業は新入生を手伝ってもらえるかしら。はい先生。どうもポピー・スイーティングよ。どうも本物ショーゴルです。さっきの話は気にしないで。先生はちょっと大げさなの。授業で扱う生き物は安全だから。ミス・スイーティング、気をつけなさい。パフスケインは舌でいたずらすることがあるのよ。あ、はい先生。さあこの子で練習して。何すんのこいつで。舌には要注意ね。こいつで何すんの。私のブラシを使っていいよ。あ、それと楽しいことを考えて。それが向こうにも伝わる気がするから。T をタップし。ああ。いい感じ。気分が良くなったはずだよ。お腹が空いてるみたい。少し餌を与えてやってくれない？ OK。 ほら餌だぞ。ジェラルドにとってどんな味がするんだと思う？プリンみたいなものかな。ジェラルドがあなたを好きなのは確かだね。よかった。人懐っこいみたい。そう、優しいところが特に好きなんだ。野心的なところも清潔なところもね。みんなよくやったわね。それでは囲いに行って別の動物を選ぶとしましょうか。それと餌やりと手入れをするときは気をつけてね。ミス・スウィーティング、一番向こうの囲いで新入生にニーズルを見せてあげて。来て、ニーズルはあっちだよ。ご覧だこの動物。はあ、ニーズルのヒゲは2、3クヌートになるな。ハニーデュークスで何か買うには十分だ。なんだよこいつ。ちょっと一体何してるのよ。変人のポピーかよ。くだらないネズミの心配か。この子の名前はペルセポネよ。この子の名前はペルセポネよ。それは笑えないね。あのこいつ。行くぞ。ゴミこいつ。ゴミ野郎。あ、かわいそう。いじめられたの今、ヒゲ引っ張られて。あの二人は授業に出る資格ないよ。密漁者みたい。ペルセポネはすぐに見破ってた。助けてくれてありがとう。続けよう。ニーズルにも餌をやってブラシがけするんだ。ほら餌だぞ。ほらほら食えお前ら。食べた？うん、すっかりニーズルに好かれたね。一目見ただけでいい人かわかるんだ。私もだけどね。そろそろお別れの時間よ。皆さん囲いを閉めて外へ出ましょうか。さて新入生はどこだろうね。ああそこにいた。少しいいかしら。おい。先生、僕にご用ですか？ええ、初めての動物学の授業どうだった？最高でした。まあ楽しかったです。最高でした。最高でした。今後の授業がとても楽しみです。よかった。わかるんだよ。しっかりと管理された動物は生活の中で重要な役割を果たせると理解しているようね。しっかりと世話をすれば魔力を持つ材料を提供してくれるものもいるわ。逃げのために苦痛を与えるなんてもってのほかよ。あの時はよくやってくれましたね。でも次は私に任せなさい。はい、先生。ルックウッドの密猟組合にいる連中と同じぐらいひどい。残念だけど被害を受けるのは私たちなのよ。死んだ動物につまずくし資源ももったいないわ。誰かが密猟者を処罰できるはず。例えば魔法省とか。うん、楽天的な考えね。今は私たちが自分で対処できる目の前の問題に集中するとしましょうか。ウィーズリー先生から他の5年生に追いつくのに役立つような課題を用意してほしいと頼まれたの。私のフクロウを待っていて。それまでは空いた時間を使ってできるだけ多くの動物について学んでおくといいわ。よし、ね、ちょっとこっちだよ。なんで、どうした？ポピー、どうかしたの？ありがとう。私があいつらに言えなかったことを言ってくれて。真昼の砂漠のオーグリーみたいだった。いい意味だといいな。おばあちゃんと私の口癖、誰かや何かに嬉しい驚きを表す表現なのよ。少なくともそういう意味で使ってる。ひどいことをするのを見過ごせなかったんだよ。似た者同士なのね。実はあなたに会ってほしい相手がいるの。森の中で。誰だよ？面白そう。いいね、案内してよ。そうだと思った。誰でも連れて行くわけじゃないんだ。実はあなたが初めて。本当？それは俺のこと好きになっちまったのかお前。そうだよな。さっきも言ったけど、私たち意外と似た者同士でしょ。あらこいつ俺惚れちまったよな。すごい天気だよね。そう思わない？ポピー、お前どこへ連れてくつもり？何も言わずに見せた方がいいから。心配しないで、もうすぐ。恋愛ゲームですよこれ。すぐこの先。いっぱい女の子いるからこれありますよ。下がってて。お、飛んできたよ。この子がハイウィングだよ。どう？すごく素敵だと思わない？思うわ。仕上がってるな。自己紹介して。でも気をつけて。ヒッポグリフに近づくときは礼儀よくきちんと挨拶しないと。はい、おはまるのショーガルセブンでございます。どうだこれ、礼儀楽しい？これどうですか？お気に召したかね？よろしくチャンス。おお、分かってくれるかこの挨拶を。素晴らしいな。やっぱりヒッポグリフがこんなにすぐ懐くのなんて初めて見た。餌やりとブラシがけはどう？ちょっとじゃあいいだろう。様子を見に来てるんだ。いいだろう。マッキーだ。これ。出来事を話したり。見た目じゃわからないけど、この子はすごい出しゃばり屋なんだよ。よし、ちょっとブラシちょっと磨いてやるよ。好きになっちまったこれ。おお、走り出した。あんなお前飯食って逃げやがった。大満足の表情ですね、2人ともね。で、ハイウィングの感想は？最高。最高だったよ。紹介してくれて本当にありがとう。気が合いそうだと思ったんだよね。禁じられた森の上でヒッポグリフが飛んでたのは君が原因？うん、かもね。一度ヒッポグリフに信頼されたらどんな時でも見守ってくれる。あの子といてよく分かった。何があってハイウィングと知り合うことになったの？いろいろあってね。数年前に密猟者から助けたんだ。安全な場所に連れて行って、その後はもう大丈夫だったの。最近までは。あららら、知ってると思うけど、この辺りで密猟者が問題になってるんだ。あの子のことが心配で、次は助けてやれないかもね。コーイン先生も密猟者のこと話してた。魔法省の助けは期待できないって感じだったな。ホーウィン先生とは普段意見が合わないけど、今回は正しいと思う。密猟者は影響力を増す一方、村で毎日見かけるんだ。我が物顔でうろついてる。絶対に何か企んでるんだ。間違いない。怪しいね。それは確かに変だね。何か企んでるみたい。そうだよね。調べてみようと思う。何を企んでるのか確かめないと。調べた方がいいね。それはいい考えだね。浮気だね、君ね。情報は力になる。情報を集めればその分ハイウィングを守りやすくなる。本当？おじけづいてないみたいだね。分かったことを教えてくれる？教えろ。分かった。教えろ。全部教えろ俺に。もう行かなきゃ。またすぐに話せるといいね。おお。よし。どうもムンさん。おお、また会えるのを楽しみにしてたんだ。ホグワーツの管理人グラドウィン・ムンだ。何でも言ってくれ。まず前回会った時ちょっと取り乱してるみたいに見えたんなら謝る。割とびっくりするものに出くわしたもんでね。お前のホグズミード行きは俺のより波乱万丈だったって聞いたがな。確かに波乱万丈でした。トロールが襲ってくるなんて。そうだろうとも。俺が知る限り村はお前がいてラッキーだった。実際俺がホグズミードに行ったのはお前に会えないかと思ったからだ。力を借りたくてな。あの不思議な像が見えるか？昼から夜になり明かりが変わるとどうなるか見てみよう。さて、少々お付き合いいただけるなら像から月を取り外せるか試してみてほしい。いいだろう。ああ、変わった仕掛けじゃないか。どうやら月を外すと像が消えるようなんだ。ちなみにだが夜しかできないらしい。ひとまず預かっておいてくれ。歩きだから詳しく説明しよう。あの村での運命の日以来、城の周辺にあの興味深い像が現れ始めた。かなりの数がホグズミード全体にばらまかれてる。どうやら誰かが俺を苦しめようとしてるな。あの日ホグズミードで角を曲がったらマネー妖怪に出くわした。そう、携帯模写妖怪というやつだ。相手が最も恐れるものに変身する妖怪だ。そいつはデミガイズに変身した。レベリオ。デミガイズ？未来を。恐ろしい生き物だ。全くゾッとするよ。子供の頃故郷で出会ってしまった。恐ろしい経験だった。あの像はデミガイズだ。月、つまりムーンは俺の名前にかけたつまらない遊びなのかもな。どこかのガキどもがマネ妖怪で俺が最も恐れるものを知り利用した。責任を負うべきならず者が一人かどうか知らんが、ある可能性を考えてる。像が消えたら口を滑らせて正体を表すことを期待してるんだ。だからお前に像を取り除いてもらいたいんだよ。どうして？正直に言うと2つ理由があるんだ。まずホグズミードでのトロールに対する勇敢な行動でお前は恐れ知らずと言われている。もう一つ、デミガイズは不気味でおぞましいが、大抵のものは俺の恐怖を根拠なきものと思うだろう。だがお前は俺がどう影響されるか見た。いや、ほとほと困り果ててる。どうしたって象に近寄れないんだよ。ちなみにだがこの教員棟に象が2つあるって知ってるぞ。それを手始めに取り除いてもらおうか。そうすれば午後の仕事ができるってもんだ。いいだろう。喜んでお手伝いします。やっぱりお前は頼れるやつだ。まずはそうだな、目くらまし術のかけ方は知ってるよな。夜に塔をうろつく前に覚えといた方がいいぞ。いいだろう。次に扉が閉まってることに気づくだろう。どうやって入ればいい？正解はアロホモラだ。でも門限は？門限だと？けっ！お前子供の頃の俺にちょっと似てるな。学校は俺の思うがままで、俺はそれを最大限に利用した。それでみんなから愛されていやー楽しい毎日だった。さて片方の像は監督専用の浴室に、もう片方は医務室にある。頑張れよ。あとありがとな。お、できていた。よし。アロホモラ。あ、普通にそうしなくていいのか。アロホモラ。普通に押すだけだった。適当。誰かの視界に入らないよう目くらまし術を使え。だってここは城の立ち入り禁止区域だからな。ここは手抜きだ。だいぶ反乱を起こそうとしてるって噂でもちきるよ。野蛮なやつら回って面倒を起こしてる。ゴブリンが杖を持つことが許可されれば反乱なんて起きないかもしれない。水気になった生徒がいないといいんだけど。今のところは大丈夫。水気になる理由なんて数えきれないわ。おい、間違えた。さてそろそろ回収に行かないと。ブラック校長ならフリッチが中止になってすごく残念がってるわ。あ、イメージ。今シーズンはハッフルパフにスーダリオンかけようと思っていたんだがね。よし。ハッフルパフ？レイブンクローでなくて、どこが勝つかは見れば。あのカールだけこれ。待ってよ。よし。ムーンさん、頼まれた月を持ってきましたよ。いやはや思った通りの怖いもの知らずだ。出だしは上々だな。もっと集めれば黒幕の正体がわかるかもしれんぞ。もちろん最初はピーブズを疑った。あいつの耐え難い嫌がらせのせいで前の管理人のランコラス・カルペはとっとと退職に追い込まれたからな。だからそれじゃホグズミードのマネ妖怪の説明はつかないだろ。お前の力を借りて俺を苦しめるやつの正体を暴いてやりたいんだ。いいだろう。気になりますよね。僕も謎解きを手伝いますよ。友よ、お前は賞賛に値する。手伝ってもらう見返りだってちゃんと考えてあるんだぞ。いくらですか？月は夜にしか回収できないってことを忘れるな。だから必要な時は目くらまし術を使うのがおすすめだ。 OK です。わかりました。探してみますね。感謝するよ。やっぱりお前を頼って正解だ。この謎が解けるよう引き続き頑張ってくれ。ああ、さあメイク里行こう。来てくれ。森に入る勇気が私にあればよかった。シローナ、フクロウは受け取りました。調子は？いらっしゃい。ロドゴクは見つかった？はい、楽しい会話ができましたよ。あなたによろしくって。安心したよ。おしゃべりの内容は聞かないでおいた方がいいかな。気をつけてなんて言葉聞き飽きてるだろうけど。気をつけるんだよ。何を企んでるにしてもね。ああ、もちろんフクロウから助けがいるって聞いたので。そう、私の友人のために手を貸してくれない？アッパーホグスフィールドのドロシー・スプロットル。うん、スプロットルさんとは会ったことないですね。いい人だよ。父がエイダン、亡くなった旦那さんの友人でね。学生時代、夏はここで働いていたんだけど、二人とはよく一緒に過ごした。エイダンが亡くなってからも何度か会ったけど、最近はパブが忙しかったから、あんまり話も聞いてあげられなくてね。もしよかったら様子を見てきてくれない？ウィゲンウェルド薬の材料集めに苦労してるかもしれないし、そのついでにあるものを取り戻してくれると嬉しい。古い手紙とかそんなものがたくさん入ってる箱なんだけど。いいだろう。時間がある時に会いに行きます。そうしてくれたら嬉しい。きっとドロシーも。エイダンは私に箱を届ける途中で病気になった。ドットならどこに落としたか知ってると思う。村落はホグズミードのすぐ北だよ。ドットによろしく伝えて。オッケー。でも適当に行くか。誰が住んでるのかな。どうも。今バードロフボーモンとって言いましたか？ええ、初めて会うわね。ドロシー・スプロットルよ。クレア・ボーモンとの兄バードロフを心配していたの。行方不明になっていて、森で闇の魔術を練習する姿が目撃されている。私も廃墟の近くでルックウッドの連中といるのを見たわ。アッシュワインダーズとトラブルになったのかも。守れない約束をしてしまったのなら特にね。本当は探すのを手伝いたいのだけど、蘭禄の信奉者に出くわしたくないの。ありとあらゆる場所にいるのよ。多分僕なら探せます。どんな手助けもありがたいわ。まずはクレアと話してみて。私にはない考えがあるかもしれない。今言えるのはそうね、バードロフは最後に目撃された時、ある毛織のセーターを着ていたの。クレアが編んだものよ。うん、クレアと話したいなら店にいるわ。蘭禄の信奉者は危険よ。どうしたらいいの？殺せばいいんだよ。聞こえたんですが、蘭禄の信奉者のこと何か話してましたね。ええ、あんな危険なことをするとは思わなかった。クレア・ボーモントよ。ああ、どうも。蘭禄と信奉者はここに野営地を置いたの。私たちの村や生活なんてお構いなし。残酷な連中よ。兄のバードロフは抵抗して、そのせいで聖マンゴ病院行きになったの。途方に暮れてるの。不本意ながら奴らには詳しいんです。何か手を打ってみましょうか。追っ払いたいのは山々だけど、怪我とかもっとひどい目にあったりしたら大変よ。気をつけてね。オッケー、任せろ。これ最強だから。私たちの村なのにレベリオを怯えて生きるなんて。終わった。終わらないのかよ。めっちゃ終わったな。ホーグズフィールドだ。にぎわいが戻ってほしい。かわいそうにみんな外にも出。ボーモントさん、朗報です。蘭禄の野営地を一掃できました。片付けたの？どうやって？パワーですよ。奇襲に成功した。不意をつくことができました。バードロフがこの話を聞いたら大喜びするはずよ。この村を救ってくれたわね。このことは忘れない。一生忘れない。他の村が心配ね。蘭禄とその仲間はこれまでにあった他のゴブリンとは違う。本当。マダム・ボーモント、少しいいですか？ああ、もちろん喜んで。蘭禄の信奉者たちを追っ払うのを手伝ってくれたんだしね。スプロットルさんからバードロフのことを聞きました。ああ、ドロシーったら自分でバードロフを探しに行きそうね。彼女は闇の魔術やアッシュワインダーズを疑ってました。何度も忠告したのに、バードロフは森の外れで闇の魔術の実験をしてたのよ。気が済むまでやったらそのうち収まるんじゃないかと思ったの。でもあの日以来帰ってきてない。何か手がかりがつかめたらお知らせしますね。ありがとう、優しいのね。居場所がわかれば嬉しい。きっとどこかにいると思ってる。でも気をつけてね。どうも。課題が終わったんですが。ほう、そうか。慎重に取り組んだんだろうな。手間を惜しめば何事もろくな結果にならんからな。完璧に仕上げました。はい、もちろんです。よろしい。普段ならどうでもいいというところだが、君には万全の備えをさせたい。才能と決意を併せ持つ者は少ない。それを無駄にするのはあまりにも惜しいからな。ありがとうございます。あまり調子に乗るんじゃないぞ。さて、君のディフィンドを見せてもらおう。ディフィンド、杖を構えたまえ。集中しろ。出なければディフィンドは危険だ。ほら、攻撃魔法赤いから。うん、よくやった。ディフィンドのコツをつかんだな。繰り返し言うが、この教室で練習することを推奨する。君のためだけでなく他の…しっかりと指示に従う生徒がいて嬉しい。ソニックブームみたいだね。来たな。眺めはどう？周りに目を光らせてる。フェルドクロフトは変わったからな。蘭禄の信奉者があのルックウッド城に興味を持ってから誰も安心できなくなった。叔父のソロモンは元闇払いなのに調べようともしない。奴らの一人がアンを呪っててもな。きっと杖を使ったんだ。ゴブリンが魔法族のことを杖持ちって言ってた。ゴブリンは杖の所持を禁じられてるの？そうだ。だから答えを探してる。アンを治すならあの子に何があったかを理解しないと。3人のうち一番のいたずらっ子はアンだ。僕らを知ってるならよっぽどだってわかるだろ。元気になって元のアンに戻ってほしい。新しいホグワーツの友達との出会いがきっかけになったら行こう。叔父の家に案内する。こっち。フェルドクロフトはいい場所だったのに、蘭禄の連中がずっとうろついてるからみんな隠れてるんだ。最後のボスが蘭禄なのかな。アンは中にいるはずだ。失礼します。寝たきりってことだっけ。普通にいるわ。わ、セバスチャン、一体どこへ。それもしかして…おい、言っただろ。おい、忍び一軸じゃ呪いは解けん。方法はない。呪われてんのか。早く現実を受け入れるんだ。まだ試してないことだってある。いいか、治療法はない。何度言えばわかるんだ。嘘だ。僕は絶対諦めない。これで分かったろ。あ、ごめんよ。出ていけ。お腹痛いの。何の病気？見せるつもりじゃなかった。悪いが少し一人にしてくれ。お、いいぜ。かわいそうなセバスチャン。こんなことになって。さっきはごめんなさい。我慢できない痛みに襲われてしまうの。おお、そういう時もあるな。しょうがないよ。大丈夫？邪魔する気はなかったんだけど。全然邪魔なんかじゃないわ。それに大丈夫。呪いから来る痛みの発作よ。大抵前触れもなく起きてしまうの。誰のせいでもないわ。挨拶がまだだったね。はじめまして。新しい5年生ってあなたよね。そう、セバスチャンとはホグワーツに来た日に会ったんだ。スリザリンの談話室で。ああ、談話室。窓の外に人魚がいるとか言って1年生をからかうのが好きだったな。ホグワーツが懐かしい。フェルドクロフトもいいんだけど少し寂しくてね。城のゴブリンとかセバスチャンと喧嘩ばかりするおじさんのせいで居心地のいい場所じゃなくなったわ。元闇払いなのに蘭禄の信奉者を追わないおじさんのことセバスチャンが何か言ってたな。正直言って彼があんなに怒るなんて意外だった。おじさんは苛立ってる。私の身に起きたこととセバスチャンがそれを直せると思ってることに2人とも悪気がないのは分かってる。でも正しいのはおじさんの方。この呪いは解けない。そう感じるの。私の痛みはセバスチャンには消せない。それを分かってもらうために力を貸して。セバスチャンの血は硬い。残念だけどそれはセバスチャン次第だし、もう気持ちは固まってるみたいだよ。治療法を探しても無駄だって、早く気づいてくれるといいんだけど。疲れてきたから少し休むね。寄ってくれてありがとう。直せそうじゃね俺だったら。さようなら。さよなら。この人知るのもしかして。まったくあいつはいつもいつも。パパ。サローさん。ああ、君か。セバスチャンの友人だね。おいに代わってお詫びしよう。あれはやめ時を分かっていないんだ。アンの様子を見に行くところだったんだ。君は寮から来たね。どうだった？大丈夫です。一眠りするって言ってました。あの子には何もしてやれん。何かあるはずです。まだ治療法が見つかってないだけですよ。はあ、あれの言い草が映ったか。聖マンゴ病院の医者より優れているとでも？医者は全てを知ってるわけじゃないですよ。セバスチャンは妹を救うために全力で取り組んでます。治療法が存在するなら絶対に見つけるはずです。君はセバスチャンを買いかぶりすぎだ。アンにかけられたのは何らかの闇の魔術。それについてゴブリンどもが詳しく説明してくれると思うかね。あの子に希望を見せるのは酷だよ。できるのはアンが心地よく信奉者たちと関わらずに過ごせるようにすることくらいだ。夢がねえな。希望があってもいいかも。お言葉ですが、希望はアンの励みになるかもしれません。君の言い分はわかるが、あの二人にとって何がいいのかはこの私が一番よくわかっている。あの頑固な兄の子供だからね。特にセバスチャンは力になりたいと思うなら、セバスチャンがやりたいことではなく、やらねばならんことをやるよう仕向けてくれ。やめないと大変なことになるのが分かってないんだ。私の言葉を覚えておきたまえ。ごきげんよう。セバスチャンのことを確かめないと。どこセバスチャン。どうして言うことを聞いてくれないんだ。僕の妹だぞ。なんでだろうね。セバスチャン、調子はどう？見ての通り、これが僕の状況だ。ああいう人で悪いな。彼があんなに怒るなんて予想外だよ。いつも怒ってるさ。僕の両親が死んでからずっと怒ってる。アンが怪我してからひどくなった。まるで僕のせいさ。いつも僕を父の息子って呼ぶ。侮辱としてな。僕は助けようとしてるんだ。あいつが諦めても。アンとおじさんはもうできることはないって納得してるみたいだけど。信じない。アンの痛みは体だけのものじゃない。あの子を丸ごと変えてしまったんだから。妹に会いたい。絶対取り戻してやる。キナ、どこで起きたか見せないと。南国の信奉者にはみんなが思う以上の力がある。素晴らしいね。見くびると痛い目に遭うぜ。ほら連れてってくれ。どこで呪われたのか。今から見るだろう瓦礫は全てあの廃墟から来てる。奴らは何かを求めてる。本当。あそこ、あの高台、アンが呪われた場所だ。この上行こう。この上に呪われたらしいです。なんか誰に呪われたの？ゴブリン君。あとどれくらい瓦礫は漁らなきゃダメなんだ。乱禄は抜かりない。作戦に関われてよかった。一人くらい。それくらいもしかして強い？あいつらには当然の報いだね。本当にそうだ。ここが現場だ。夜中に煙の匂いがした。外を見たら館から炎が舞い上がってた。アンは止める間もなく飛び出していった。炎に向かって。誰かが怪我するかもしれないってさ。で必死に炎を踏み消そうとしてるゴブリンの群れにばったり出くわした。その時煙の中から凍てつく声がした。子供は単なる未熟な生き物だ。そして目もくらむような爆発が起きた。逃げるチャンスさえ与えてもらえなかった。子供が一人うろついてただけなのに随分乱暴なやり方だよね。何を隠そうとしたんだろう。全く同じ意見だ。ビリー・ウィグをつかむような話だけど、アンを呪った犯人の手がかりがここにある気がしてならないんだ。アンを傷つけた魔法を調べる唯一の方法かもしれない。治療法もそうかもしれない。信奉者はどこにでもいるけど、この辺は特に多い気がするよ。何か隠してるってことなのかな。そうだ、ルックウッド城でもな。周りを見てみようか。何らかの理由があってここで野営したみたいだ。何でもできる駐屯地がある。レベリオ。こういうゴブリンの発掘現場があちこち現れてるって。魔法省はどうして何もしないんだろう。手がかり探す。わかんのかな。まあ、調べられるもん全部調べるか。とりあえず誰の家だったの？僕が住んでた頃は放置されてた。何世紀も前にホグワーツの教授が住んでたらしい。それしか聞いたことない。家そのものを調べた方がいい。レベリオ。井戸とか怪しそうじゃね？セバスチャン、こっち。アンが呪われた夜に起きた火事でできた後だと思う？かもしれない。でもこれは意図的なもののように見えるね。つまりこれは足。レベリオ。ルーモス。見覚えのある。セバスチャン、この家と井戸、景色、前にも見たことがあるよ。何？いつの話？ちょっと待って、少ししたら説明するから。あれか、村になんか草とか生やした時のやつか。セバスチャン、この家はホグワーツの先生のものだったんだよ。数百年も昔の。誰？どういう意味？あの日禁書の棚でペンシーブを見つけたんだ。この家を映し出す記憶が見えた。小さな女の子がいて、そして干ばつが。守護者は他の記憶も見せてくれた。女の子はホグワーツの教授になったんだ。名前はイシドーラ・モーガナーク。守護者の一人だった。守護者？クディッチのみたいな。図書館でペンシーブも見つけた。話についていけないぜ。これは把握するのが大変かも。自分でも全部理解できてるか自信ない。あとクィディッチとは違う。あの人たちが守護者を名乗るのはグリンゴッツの金庫と関係のある知識を守ってるからなんだ。整理するぞ。君はポートキーでグリンゴッツに飛ばされて、そこで見つけた何かのせいでランロクとルックウッドに追われてる。ランロクが使いこなそうとしてる古代魔術の痕跡が見える。で、今度は守護者が残した記憶を見るようになったって。ああ、この家は数百年前に守護者とやらだったホグワーツの先生が所有してたのか。君を知らなかったらからかわれてると思うね。そんな言い方をするってことはちょっと手に余ると思ってる。でもこの家は絶対に調べるべきだよ。僕とあなたそれぞれが知りたいことの答えを得るためにね。これを見るんだ。どれだ？誰かがわざとここに積んだんだね。何かを塞いでるのかな。確かめる方法は一つ。階段か。レベリオ。なぜ階段を塞ぐんだ？調べる価値のあるものがあるかもしれない。そこら中散らかしたままだ。もっと大きな何かを。ゴブリンゴ。ファイヤー打ったら下がった。これなんか近所にしまったよね、このうねうね。イシドーラが旅の途中に書いた一部みたい。レビオーサ。出た出た。ルーモス。あ、光か。なんか賢者の城こんなだったよね。変に聞こえるだろうけど、実は君の言葉はもう少しも不可解じゃない。だよね。この壁を通して地下聖堂が見えるんだ。まるで窓みたいに。前にもあったんだけど。聞かせて。古代魔術の痕跡を見る力と関係あると思う。でも詳しいことはわからないし、その魔法は使えないって言ってたよな。そう。どういうことかは今もわからないよ。分かってるのはこの能力で今見えてる窓を通じて移動できるってことだけ。じゃあここから直に地下聖堂まで行けるのか。オミニスがひっくり返るな。うん。でもこのことは当分誰にも言わない方がいいと思う。オミニスも含めて。分かったよ。ってことは不可視で秘密の古代魔術の通路ってことだ。行こう。なんだか息を止めたくなるな。これこいつも入れるの？俺だけ？おお。え、こいつも入れるの？最強じゃん。そういうもんなの？なんでこんなところに。セバスチャン、見て。なんだこれ。なんもねえぞ。あ、でもあれじゃん、痕跡みたいなマーク。なぜここに3枚いるの？何か足りない気がする。メモだ、見てみよう。ルーンの図。いいこと書いてあるか。ルーン文字。守護者が似たような記号を使ってたな。ずっと考えてた。何世紀も前に寮にいた守護者や蘭禄たちがあそこを探ってたこと。ゴブリンがある種の古代魔術を使えるって言ったよな。アンはそれに呪われたのか。はっきりとは言えないけど違うと思う。アンの周りにはその痕跡は全然なかった。なるほどね。でも古代魔術じゃないってことにはならないよな。僕たちには分かってないことがまだまだ多い。そうだね。サンマイエが答えに導いてくれるかも。それで全ての真相が分かるかもな。でも今はオミニスに会わないと何も話さないから心配するな。そういえばどうやらサラザール・スリザリンはホグワーツに秘密の書斎を持ってたみたいだ。ううん。談話室に関係あるの？オミニスが知ってるとは思えない。何か分かったら知らせるよ。僕たちがアンに会いに行くことがこんな結果になるとはな。混乱してるよ。でも君がしたことを隠さず話してくれて嬉しいぜ。うん。また連絡する。あ、じゃあな。お、じゃあの。え、帰るのお前。え、これで終わり？嘘。アタックトラックトラック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 